皆さんこんばんはこんばんは、えー、今回のテーマは海を渡った侍ということで私たち二人でお送りさせていただきます私柴村直也と木村康介選手でお送りいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします今日は普段呼んでるような感じであの木村君と呼ばせてもらいます,す、ねねはい、じゃあまず木村君のキャリアを見ていきたいと思うんですけれども、はいはい、えっとフロンターレユースからアメリカの大学に っってるんですけけどこれは何かきっかきまあ一番最初やっぱ怪我をして、あのー、プロの方に行けなかったっていうのはありまして、うん、フロンターレで,でその後に僕の、まあ、チームメートですねフロンターレユースのチームメートの子がアメリカンハイスクールに行ってまして、うん、彼もプロ行けなかったんでアメリカの大学に行って奨、まあ、学金をもらいながらスポーツで,、うん、でそれで勉強しながらサッカーの方もやって。 でそれからプロに行くっていうのを目指すっていうのを聞いたんで,はい、はい、でアメリカはやっぱ全てのスポーツはそうですけどやっぱ大学を通してプロっていうのが主流なんでん、はいはい、で、まあ、日本にいるよりそっちの方がチャンスがあるかなと思いでそこから大学で4年間やって、はい、プロを目指してで,、はい、でプロになったのがコラドラビッツそうですねこれははドラフトそうですねあっちは まあ野球まあ、こっちで野球ですよね日本の野球もそうですけど、うん、ドラフトがあってあっちもそうなんですよね、うん、サッカーもドラフトがあるんですよね、うん、で大学のまあもちろんトップのチームだったり活躍選手はやっぱ一番最初に取られますけど僕のチームは、まあ、あの全国大会に出てたんですけどそこまで上の方まで行ってなかったんで、うん、僕は最後の方で取られたんですけどでもそれでそうですねドラフトに引っかかってコロラドラピッツに行こうとなりました 僕のキャリアの方に、ねはい、移らせてもらいたいなと何か気になるところがあれば聞いてくださいまあ藤枝終わって2012年のシーズン終わって、はい、ラトビアに行くじゃないですか、はい、どうなんですかやっぱそこでちょっと海外チャレンジしたいなっていうのがいくつの時ですかこれ,ちなみにこれが28歳の時、うん、ラトビア行く時がめちゃめちゃに乗ってる時じゃないですか, <laughs> だからこの時もう行こういいって決めてはい、はい、で まあどうやっったらいけるかなてて考えてで、まあ、自分がもし海外ヨーロッパのクラブの強化部長とかだったらまずもうプロフィール見てもう跳ねるだろうなと思ってもういらないって思うだろうなと思って。 でプレイした J リーグって何ぐらいな感じかもしれないし日本代表でもないし、ね、だから多分重要ないだろうなと思ったからど,ただそれどうやったらそしたら入れるかなって考えたら、まあ、自分で映像を作って英語のプロフィール作って、はい、でそれで売り込んでそれでどっか興味持ってくれるところは練習,、OK、練習参加させてくれるところもないかもしれないと思ってでもまあどっかあればまず1 プレイ見せてもそうだ、ね、か,から、ね、はで条件とかもつけてもしょうがないと思ってかもう、うん、とにかくまず入って活躍しないといけないと思ったからそれで作って売り込んで、ね、で最初にこう見てくれるって言ってくれたところがラトビアのチームだったっていう,うなるほどそうそう雪村君もポーランドでプレーしててそのポーランドにアメリカの。 でまあ僕もポーランドでもポーしててポーランド、ね、今回ワールドカップでロシアワールドカップ来年のロシアワールドカップで日本と同じ組になって、ね、ポーランドと日本が対戦するわけだけどポーランドのサッカーの印象とかってどんな感じまあ僕がいたたチーム結構若手多かったんですよで確実にそのチームも若手の方に力いてるなってありましたしその若手の。 上手さっていうのは結構感じましたねうんもちろんガッツし行くのはもうメンタルもフィジカルもすごい強くてもうガンガン来ますしまあ若いしやっぱ僕が思ってた以上にその技術だったりそのサッカーの流れじゃないですけどそういうのを結構ポーランドは僕もやってて、まあ、特徴あるのは特にいい選手多いなって思うポジション的に、まあ、ストライカーとキーパーはもう世界トップレベルだなって。いや 思ううけどねいいそういう選手たたちも多かったよねいいストライカーいいキーパーみたいなのはポーランド人の選手でやっぱストライカーの気質、まあ、ポーランド人の気質みたいなところもあると思うんですストライカーの選手もこうどんどんシュートを打つよね、うん、まあ本当にゴールに貪欲っていうかまあいい意味でパス出さないっていうかどんどんシュートを打って外して何か言われてもまたボールが来たらまたシュートを打つみたいなそう,ででそういうメンタリティーでどんどんその。 で精度が高まって,っていいストライクになっていって<ー>でかつ今度キーパーがいいキーパーがいて、うん、で練習からそのキーパーに対してシュート練習をするじゃんそれでなかなか入んないじゃんはい、ね、でそれでシュートの精度も高まっていくでキーパーもやっぱいいシュートくるから、うん、やっぱキーパーのレベルも上がっていく、まあ、そういう相乗効果がすごいあると思うんだけど、はい、そういうのとかやっぱり感じたポーランドでいやゴールゲーパーうまかったでっす。 普通にミニゲームとかやっても入入んんなないいですよ入んないよねもうどんどん整備するし、うん、あ入りそうだなと思った時に伸び伸びたりとか、うん、ガンそうですねやっぱあれはおっしゃる通り確実にありますね、うん、それはほんとシュート練習とか入んないよね入んないですびっくりしましたもんだから僕、うん、まあたなんなんですかねやっぱ瞬発好強いんじゃない強いのかなうん まあ特徴っていうか、まあ、ストライカー、はい、キーパーみたいなところとあとやっぱそういう対人の強さっていうのはあるよね、うん、結構玉際のところとかでガツってきたりとか対人の強さみたいなのは、うん、すごいあそこはアメリカと比べてどうだったエー激しかったです激しかったやっぱ僕が行った時も外人枠ですし、うん、最初の12週間もガッツガツでしたからね。うん もうこの日本人なんだみたいな<ー>外人枠だし知らねえやつ来たしみたいな感じで、うん、やっぱもうガガガンンンそれがまあた分当たり前なんですけどでもそこでやっぱやって結果残して信頼された時やっぱ大きいですけどね、うん、認められた時に、うん、やっぱ最初やっぱなかなかパス来ないし、うん、言葉も分かんないですし、うん、ああそれは確実にありましたね、うん、まあだけどややっっぱ一緒にやって 12週間経って、まあ、信頼を得てそこからはあれでしたけど、うんうん、やっぱり認められばねまさに僕ら外国人枠で海外出ると、はい、認められるまでに、うん、まあ時間ももちろん必要だし、うん、そこでどれだけいいプレー見せられるかとか信頼を勝ち取るかっていうのってすごい大事だよね大事ですねもうそこもうほぼほぼだからどれだけもう本当にまあ彼らと合わせてできるかその精神面もそうですし、うん、激しさもそうですし、うん どれだけそこででで対応ききるかっっていいいうのはすごい大きいですご大ね、うん、やっぱもちろんもう最初の時はもう一体もう2日ぐらいもう削られましたけど、うん、でもそこでやっぱ引かないでもっといけるかとか、うん、監督とかも絶対見てますし、うん、コ,ーコーチとかも見てますしね、うん、だ,かだから僕はもうトラウトポーランド2回ぐらい行ったことあるんですけど。うん もうパス最初くれないんでもう下に下がって下がってとりあえずボールもらってもそこからドリブルするみたいなもうパスできんのはプロ当たり前じゃないですかある程度じゃあボール持った時にあなたは何ができるんですかっていうパス以外に個人的な打開能力っていうのはやっぱ問われると思うんですよだからそうなるとやっぱりじゃあこいつらに会って俺にないものあ俺はもしかしてこいつらは足速いとでドリブルでいけると だからもそれはまあ自分の中であったんでトラウトする行く時はもうそれしか決めてなかったですね、うん、いかにボール持って駆け上がるかボールドリブルして、うん、でそれでチャンス作るかみたいな、うん、いるんですよねだから日本人ボール回しうまいですけど、うん、あとはやっぱそこもうちょっと、うん、まあこれからトラウトする子供あの若い世代もそうですし海外とかトラウトとかチャレンジする。 もうちょっと自分が思ってる以上にいった方がいいと思いますね、うん、その日本人のうまさってなかなか日本人にしかつえない時あるんですよね、うん、パスマジこの角度でボールもらえて、うん、体の向きとかでも実際やっぱり1対1とかの,、まあまああのボール持ってない時もそうですよねディフェンスする時の1対1の強さとかも関係してきますしどれだけ体いられるのかどれだけボール取れるのかどれだけ相手に抜かれないのかってのはやっぱ見ますし、うん、そういう個人でどれだけ。 見せられるかうそうじゃないとやっぱさっき言ったように普通だったらその他のポーランド選手で他のその国の選手になえちゃうわけじゃないですか似たようなプレッシャーだでそこに似たようなプレッシャーで特化してどっかでどっかしてもできない彼らができないようなプレーをすることでやっぱり目立つし、ま、逆にもっと認められますしあこいつやるじゃん監督とかもそうですしねやっぱっだから、ね、そうなんですよね結局そうですよ MLS の外国人枠は何人だったの僕のと8人ですね<人>でも変えるんですよ外国人枠他のチームが外国人枠使ってないとしたじゃないですか、うん、で僕のチームが8人使ってます、うん、島村さんのチームが6人しか使ってないときに2つ余ってるじゃないですか、うんうん、お金で変えるんですよその枠を<ー>で7になって僕が9になってもう1人3位いけるみたいな,なるほどそういうのが可能なんですよね アメリカのスポーツはちょっとまたユニークで自分たちでいろんなルール作るんで、はいはそうまた面白いところなんですけどね。オカラトビエた時にラトビア当時はあの登録何人でもいいと外国人のピッチ寝れるのは五人だったんだね。ピッチ寝人。ピッピッチ五人だからだから外人同士の交代とかオッケー。ポジションによって外国人枠の比率がやっぱり違って、例えば前ストライカーがカメルウンジンとナイジェリアンストライカーいてそこで二つ使うと、でボランチで一人。 センターバック1人とかでサイドでサイドアタッカー1人とかで5人そうすると例えばサイドバックの僕のここで外人枠使えないよねじゃあラクドミア人の選手でみたいなこととかは最初あってこうこう当面のライバルが分かりづらいっていう同じポジションの選手じゃなくて監督と話したこともあったんだけどその時その間違いなくチームのサイドバックでベストプレーヤーはお前だけどう外国人枠があるから前で使いたいから。 今は我慢してくれみたいな感じに言われたこともあって、なあ、それ一番悔しいですよね。そうでもうほぼ関係ないですから。自分がいいプレーしてても、で当時そのラトビア人の若くてハンダニッチラトビア代表のストライカーがいて<あ>190センチぐらいあってスピードもあってっていうあ<ー>まあ若くてそういうストライカーがいて<ー>その選手が一人コォワードの軸にしてうん、うん、外国人選手のもう一人黒人の選手とっていうイメージだったんだけどその選手の調子が良くなかったのね。だからそこで外国人枠二つ使わなきゃいけないってなって後ろで使えないっていう感じに最初になったりとかもして。 闘争心がすごい強かったチームメートとかそういう選手いますあ、もちろん<あ>やっぱティエリー・アンニー選手ケイヒル選手はやっぱあそこのレベルまで行って、うん、ワールドカップも行って優勝して、うん、ティム・ケイヒル選手はもう練習で本当に千葉知ってますからねうん練習からもう自分が一番。うん とりあえず俺にボールを起こせもう取られた時はすんごい目でして追っかけてきますからねティーアンリ選手もそうですしもうそれが引退する直後38八とか関係ないですねどんな感じですか例えば木村君が練習でアンリ選手からボール奪いましたとそしたらどんな感じ確実に次来るなっていうの分かりますよねもう次絶対俺がボール持った時に足元来るなとかもう後ろからですねもう 指で俺の口にもう指突っ込んでもう指フックして口の中それでどかすぐらいですからねすごいねいやでもやっぱでもそこなんですようんその時36か7ですよ練習ですよ関係ないんですよでもでもそれを癖にしてるわけですよ結局はそれがいつでも出るっていうことはもうそれぐらいの闘争本能なわけですよねそそれれが彼彼は当たり前だしじゃな あそこままでいいってないと思います、うん、もちろん技術もある足も速い、うん、もう体も強いし、うん、頭もあるしだけどそれ以外にやっぱその気持ちだったり闘争部分がやっぱあるあっての技術、うん、あってのその体の強さ足の速さっていうのがそっからつながってるんで、うん、だから本当にトップのトップはやっぱそうなんだなって思いますよね、うん、だから技術だけとか精神度も違うんだね全部一緒ですねだかかららここの心の心部分から んでアニ選手は日本のことをどう思ってる日本の好きなものとかがあったりとかするああやっぱでもフランスってすごいアニメ流行ってるんですよね。日本のアニメはいはいなんかでも今でも多分1年にいはなんかあるんいはいは エキスポみたいなアニメの集まりみたいなそれこそコスプレとかそういうのもありますし、うん、でフランスって日本の,そのアニメ文化っていうのはすごいいってるんですよねだから僕が話し始めた時に、まあ、多分彼がそのフランスにいて育ってる時にセント・セイヤと多分キャプテン翼とかすごいやってたみたいなんですよね、うん、もちろん全部フランス語っすようん、うん、でもそれである日っすね 左のこっち側にタトゥー入れてきたんですよ<ー>でそしたら次の次またちょっと経って右側に新しいの入れるって言って「<ー>ですげえなこいつ女いっぱいいねんのか」と思って「<laughs> 何,何入れんの?」って聞いたんですよ<ー>そしたら「フェニックス入れ」っつって言ったんですよ<ー>フェニックスので「なんでフェニックスなると思って聞いたら「お,<ー>お前銭湯聖夜の一揆知ってるかと」「<laughs> 不死鳥の一揆だよ」っつって <laughs> <ー>でそれを掘ってくるよっつって<ー>また全く同じあの「銭湯聖夜」に出てくるあの フェニックスじゃないかもしれないですけど本当にもう次の日ですよこっからここも9時間かけて掘ってきたっつって一<気>1機1機のフェニックスのシンボルみたいなのびっくりしましたもん <laughs> 僕あのふざけてあのたまにやってましたからね、うん、あの1気の必殺技があるんですよ研磨、うん、魔王剣みたいな感じなんかあるんですけど、うん、俺打ってましたもん <laughs> いろんな話するんですそして。<笑>,笑ってますね。<laughs> それをまあ、でも、彼は多分そのフランス語で、入ってるから、多分日本語で知らなかったので、うん。ああ、なるほどはい、最初多分分かってなかったですけど、また、うん、後押し。新しく海外行く選手とかって、行った方がいいです、うん、そのアニメから。 友達くんのアニメから入ったわけです。決 <laughs> まっキャプテンか翼かセイントセイか。<laughs> あでももうそれぐらい多分ナルトとかワンピースじゃないですか、ね。<laughs> <ー>その辺やっとけでナルトのなんか必殺技とか日本語で言っとけば大爆笑されてすぐ友達ですよ。塩 <laughs> 村さんも海外で長いじゃないですか。はい。そういうところの経験をちょっと聞きたいなと思って。うん、特にまああのラトビアから始まりましたけど、このウズベキスタンにににいるわけじゃないですか。はい。ウズベキスタンって言ったらみんなそんな そのサッカーやってるのっていうのも知らないと思いますしプロリーグがあるっていうのも知らないと思いますし、うん、国のイメージもねなかなか分けづらいっていう人もいるかもしれない、ね、そうですそうねだからそういうところですね本当にそれこそどういうふうにその2年間、うん、2> なんですかねまあ対応し順応してったとか、うん、なんか好きなとこだったり嫌いなとこだったり、うん、ちょっとこううまくいかなかったなとかやっぱありますか おそらくこうベキスタンのことを身近に接し感じてる人とかじゃなければ、はい、あんまりこう分からないどんなとこか分からないっていう人多いと思うんですけど僕も実際そうでどんなとこなんだろうなっていう、まあ、本当ネットでられたりするぐらいの情報で,でそんなになくてっていうところでまあ最初入って <laughs> 入ったのはあれですかスカウトされたんですかそれともれとラトビアで ベンツピルスでリーグ優勝して、はい、カップ戦優勝して、ね、ーでヨーロッパリーグも出てみたいなそういうのが1年間であったからいくつかいろんな国から話をいただいてでその中で一つで FC パフタコールっていうチームウズベキスタン一番強いチームで、はい、その当時 ACL に第1回大会から全大会出てるのはアジアで唯一パフタコールだけでっていうようなぐらいの名門だクラブで,でそこから話をもらってでそこに移籍しようと思って行って。ははははい、はい、はい、はい まあでも最初に、まあ、困ったっていうか大変だったのは言葉のところで,、うん、ですかロシア語みんな知らないですよそれ <laughs> カザキクさんとウズベキスタンみんなロシア語なんですよねロシア語9それなん、ね、でそうそうそうだからまさに英語がもうちょっと通じると思ったんだけどラトビアでは英語でやってたからでロシア語は全然使ってな,ってなくてあそれがウズベキスタン行って今度英語できる人いないみたいなチームに一人も。あ

みんなだから明日の練習時間わかんないみたいな状態だったからすごいっすねそうだからそれをもうまず数字を1から100まで全部丸暗記して <laughs> そしたら何時何分が分かるようになるじゃんまあそうですねまあ俺もそれ頑張りましたねポー, <laughs> ポ,ーポーランドもえげつないですけど <laughs> で,であとあの「明日練習何時ですか?」っていうフレーズを覚えてななんでんですかそしたら、えっと「ボスコーリカザ・アフトラトレーニング・オフカ」っていうんだけどすげえな <laughs> もう言葉じゃねえわで,でそれをこう <laughs> 聞くと、まあ、ボスコリカっていうのが何時っていう、ね「ザ・フトラトレーニング・オフ・カー」っていうの「ザ・フトラ」っていうのが明日で「トレーニング・オフ・カー」っていうのがトレーニング明日の練習何時ですかっていうのが「ボス・コーリカザ・フトラトレーニング・オフ・カー」っていうんだけどいやスローモーションじゃないと分かんないですよ <laughs> そでそれを覚えて <laughs> そしたらもう誰に聞いても「明日、はい、何時」って返ってくるじゃんそしたら明日の練習がだから明日の練習,、ね、の練習なんで数字を覚えてればそれ何時何分っていうのが分かるからそれで対応してては9時半って何ですか えっと、ジェービジットリーツって。ジェービジっていうのがく字で。本当っすか、あの。リーツって,っていうのがは怪しいですよ、なんか。そんな、ないっすよ、その。<laughs> そんな言葉ないっすよ、この。<laughs> すごいっすね。で、結構あの規則性があったりするじゃん、数字の。例えば、一二三みたいな。例えば。で、あと英語もそうだけど、背番号って、助数で言うでしょ試合中。何番付けっていうのって。助数で言うでしょ例えば、三番付けだったら、スリーじゃなくて,て、サードって言うでしょ あーでも人によるかもしれないですね。それは、そうロシア語もそうで、助数で呼ぶんだよね。だ試合中に最初数字を覚えたら、数字を覚えたと思ったら試合中に言われるスマフだからあれ,ああれと思って違うなと思って、でそしたらあそうだ英語でも助数で言ってたなと思って、だから助数がロシア語だと一チニシって普通だとアジンドバー、トリーって言うんだけど、それがトリ,トリーリ似てますね。そうトリー似てる。で、ね、それがラテン語なんですかね<の>やっぱ元は。えっとね。 元はララテンじゃないラテンンじじゃゃなないいの方どちらかというとあの旧ユー語圏に近い<ー>でそれが「アジンドバッテリー」っていうのが助数になると「ピエルイ・フタロイ・トレイティ」ってなるんだよね。でたいやまたう全然違うっていう。でだからこう今度助数を覚えたんだ助数を覚えないと試合中助,助,数助数をこうだからそういう「ピエルイ・フタロイ・トレイティ」みたいな<あ>そういう感じで助数を覚えてったらちょっと規則性とかもあるじゃん。あの例えば 英語でもさ、フォーで,でそ,んそんな規則性見えないですよ。フォーでフォーでファイブでフィフスとかってなるじゃん。ちょっとこう似た感じになるじゃん。はいはい、その T H がつくみたいな。つくみたいな。<ー>でそういうのをこう規則性見えてきて、あれちょっと規則性あるんじゃないかと思ってこう見たら、はあ、で今度四十が全然違う言葉で四十、はあ、って総落って言うんだけど、総落、はあ。総落今度四十上数になったらサラカボーイって言うんだよね。 でも全然違うってなんかその <laughs> やんちゃボーイみたいな。<laughs> な何すサラカボーイって。でもまあ四十番の選手ってそんないないじゃん。ゃち,ちなみに四十番チケットなていうんですか何サラカボーイになるんですか。あでも普通に今、まあ、普通にサラカボーイとかその番号<あ>それだけ,それだけで言ったり。た例コーナーとかあの普通のマーケットとか<ー>そういう,ふうに言ったりもするんだけどでそれで四十番そんなにいないだろうと思ってたんだけどそしたら最初の公式戦が a c l でああ。ああ サウジの歩い手ハドとやったんだけどサウジアラビアで、その時に俺とマッチアップした選手が40番の選手で出た、サラカボーイ出た、出たからサラカボーイつけって言われて、オッケーっつってもうもうなんかもう覚えちゃって逆に覚えちゃってるからもうサラカボーイ全然違ったから俺だってテンション上がりますよ、サラカボーイにずっとついてますよそのそうそうまあロシア語そうやって覚えてたのはまあ大変な。 だね、大変だったけど、まあ、最初本当と呪文にしか聞こえなかった監督何言ってるかんほそうっすよもうポーランド語も似てるじゃないですかちょっと似てるね右左<え>とか一緒にプラーバリエーバってプラーバリエーバーとか、うん、あれロシア語も一緒だよねもう俺とりあえず早く動けって言いたかったんでもうシップキー、うん、シップキーシップキ,ーシップキーずっと言ってましたもんーシップキーってポーランド語だとシップキーだね早くやるあれ<ー>ロシア語だったらブストリーって言うんだよねそういうのはちょ,ちょっと違うんだよねでもポーランド語ってやっぱあれですかセルビアとかクロアチアとか似てますよね 似てるで、ね、えなんか一番近いのはねウクライナ語ウクライナとポーランド隣のウクライナ語とポーランド語はかなり近い,いウクライナロシア語とロシア語はまた別ねウクライナ語とポーランド語は近いなるほど、まあ、でも僕も最初すんげえ苦戦しましたからね、うん、から英語しゃべる子いたんでまだ習ってましたけど、うん、もうなんか変なことばっかり教わって最初、うん、やつらもふざけて、うん、俺がい教えてもらったのと違うことを教えてくるから、うん、俺でも分かんないじゃないですかそんなの <laughs> そしたら気が付いたら全部悪口で<ー>俺危なく監督に言うとこでしたからね <laughs> まさかその言葉がそんなこともう最初だって基本悪口からじゃないですか<ー>なんかみんな言,言ってるしうん、うん、もうでそれが一番気になるじゃないですかでもそれ聞いて最初その悪口が「いや康介それはねあの後ろに下がれ」って意味だよっつって <laughs> 俺最初それだと思ってずっと言ってたんで <laughs>、うん、そし全然違う言葉で。 びっくりしましまたもんねあるよ、ね、そう教えられる俺も最初ウズベキスタンの時にあって、はい、ハワイウっていうのがカクディラーっていうんだけど、はい、でハワイウって聞いて大体その答えるのって、まあ、ハローシュっていうのはグッドで,、はいでまあ、ノルマーニーってまあ普通だよみたいな感じのノーマルに近いノルマーニーって言うんだけど<ー>でそこは近いっていうのがあるんだけど、はい、それを在美誌っていうのを教わって。 でそれ財美子っていうのがいいって意味だみたいな感じで教わって財美子って使ったら何か笑っててチームとかが「いややりまなと思って財美っていうのはもう「最悪だ」っていう意味で「笑顔で財美子」「在美子」ってたんです元気か」って聞いたら「最悪だ」っつって笑顔で笑顔でおか言ってるみたいな。でみんなめっちゃ笑っててそれでもに今度冗談で 代使ったり分かってたら上でチームメートとかに在日 C とか言ってそしたら受けるみたいな <laughs> はい、はい、木村君は今後これからの人生の中でやりたいこととか目指していきたいことみたいなことってどんなことがある次の世代の後押しをできるような、うん、そういうのもやっていきたいですしそれがまあこれからコーチの方に行くと思いますけどそれをコーチしながらただサッカーを教えるんじゃなくて、うん、そのさっきも言ったメンタルの面メ,メンタルからくる 技術であるメンタルからくるいろんなことが出てくるわけじゃないですか、うん、そういうところを教えながらコーチもやっていきたいっていうのは思いますよねだから本当にもう次のサッカー通してでも何でも何でもいいですよ、うん、こればっかりはその考え方だったりやり方っていうのはサッカー以外にも全然通用しますから,、うん、だから次の若,若い子たち未来託せる子たちを少しでも後押しできたり成長させることを手伝えたらいいなと思って。はいなんか僕もやっぱこう自分が海外 そのこう感じたこととか得たこととかこう、はい、いろいろ体感して学んだことってすごい大きかったなと思うんでうんやっぱそういう機会をたくさん作ってあげられたらいいな海外の、はい、まあサッカーもそうだしうサッカーだけじゃなくていろんなことに触れてはい、はい、でそれで感じるでその感じたことがその後のまた行動変異につながってくると思うんですよね。だからららそういうういいいいいいい機会をたたくさん作っっててあげられたらいいなっていうのは僕も思いますねいいですねねで